丸ペンを使って精密な絵画を描く画家池田学さんの個展が来年1月に佐賀で開かれます。池田さんは多久市出身、現在はアメリカウィスコンシン州チェゼン美術館で2013年6月末から3年にわたり滞在制作を続けています。現在制作中の作品は縦3メートル、横1メートルのパネルを4枚つなぎ合わせたものです。池田さんの作品では過去最大のサイズです。今回の個展ではこの新作を含め世界中のコレクターや美術館が所蔵する池田さんの作品およそ100点が並びます。池田学展は来年1月20日から3月20日まで佐賀市の佐賀県立美術館で開かれます。観覧料は1200円、高校生以下は無料です。なお前売り団体割引は1000円です。